はい、えー、っと、緊急配信という名前目打ちまして、えー、っと、いつもでしたら、土曜の23時から、まあ、土曜の夜ということでやっている、この鉄道談話クラブでございますが、今日ちょっとふと昨日の晩、思い立ちまして、き、えー、今日緊急配信、23時までには、 必ず終わらせて、あの、熊本のサイくんさんの配信へつなぐという、そういうスタイルで今日はやってみようかと思っております。なので、まあ、お尻、エンドが決まっているということで、あの翌朝、早い方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、で無事に、無事にと言いますか、あの、安心して、 あこのあと23時からサイクンさんの配信あるのにダブっちゃったらどうしようとかそういうことを、あのー、考えずにですねもしかしたら1時間ちょっとで終わっちゃうかもしれない、まあ、遅くとも23時までには終わるという形で進めていこうかと思っておりますえっと現在の時点で今4名の方にお越しを いいいいいたただだてておおりりりままますすすごご覧あ,のありがとうございます日曜の夜9時って言ったらまだテレビとかその他テレビお食事お風呂様々お忙しい時間だと思いますけれどもえっ、ー、と随時お付き合いくださればと思っておりますがえっ、ー、とカランクスさんこんばんはありがとうございますえっ、ー、と昨日あの途中でえっ、ー、と 離脱されたんですよね今日は最後までご覧いただけると嬉しいです。というのもですね、えっと、なんで今日、こういう緊急配信やろうかなと思い立ったかという理由の一つがですね、あの、昨日の配信が、なんと、ラスト10分ほど、15分ぐらいかな、アーカイブを取り忘れるという、 久々の初歩的なミスを犯してしまいまして普通 Ustream のアーカイブっていうのは3時間まではあの無条件で録画できますので、えー、とそのアラートが出るもんだと思ってたら Ustream プロデューサーのバージョンそれをですね、1.0古いバージョンに戻していたのが災いしましてその警告 出るもんだと思ってたら出なかったんですねだから勝手に3時間経ったところでアーカイブが切れてしまってでえー、っとそのアーカイブ3時間分は撮れてた結局撮れてたんですけども最初配信終わった直後っていうのはそれがアーカイブがあの画面管理画面に現れなかったのでやばいこれアーカイブ取り忘れたかもって思ってたんですけど、まあとで あのツイートいただきまして、メンションでいただきまして、あ、ちゃんとアーカイブ残ってる、でも、お尻10分ぐらい切れてるよってことを伺いますえー、聞きましたので、じゃあ、お尻10分で何喋ってたかなというと、JR 西日本の新型車両225系のことについて喋ってたんですよねあの。前々回の時は各駅停車。 だだけでのの乗車だったのが前回、昨日ですね、昨日の配信では新快速の長浜行きにちょうど225系が当たりましてで大阪から京都までは全面展望の動画撮影するのに専念して京都から近江八幡はちゃんとシートに座って乗り心地を確認したというその後半部分が。 スポット抜けてしまったと。でなおかつあの前々回先,先週かなというか前々回の配信でも前回でも 225K っていうのは実はある意味おまけ扱いワンモアスイングということでおまけもしくは隠し玉的な扱いで。 まあ私個人としては225系結構楽しみで関西戻ってきたらまず乗ってみたいなという気持ちでいたにもかかわらず自分の配信では割とそういうもの的な形で取り上げてしまいましたのでじゃあえ今回今日の配信に関しても225系オンリーほぼオンリーでほぼというよりは225系だけのために今日は配信をやってみようかなと。 で前々回と前回ご紹介したネタ、まあ、それを一応使いましてそれと昨日の晩から今日にかけてちょっと225系に関してちょっと調べてみたことで自分の感じた乗車した印象インプレッションがなんでそうなったのかというところの、まあ、固い言葉で言うと分析っていうのをちょっとやってみようかなと思って おりますえー、ということで、えー、こんばんはんでございます。すみのりさん、プラレールさん、金ンバスさん、あの平松さんこんばんはんでございます。えっ、ー、と、次元さんもこんばんはです。ありがとうございます。あのー、今日くるくるなく乾燥できるかどうかははっきり言って、ユーストにかかってます。もうこれ原因、ここまであの私の方で手を打ったら、もうこれ以上打つ手はない回線を。 あの光回線にするしか手はないのでユーストリームプロデューサーのバージョンを落としあの送る情報は余分な情報を送らないようにしてっていう割には、えー、このタイトルだとかこっち側の時刻表示とかしてますけども、まあ、ギリギリあの自分が妥協できる範囲ギリギリで、えー、軽めにしながら とというところであ今日昼間もそうかなんか最近もユース最近言うと調子悪いですねっていう言葉を去年の夏頃から配信してる間に何遍言ったことかっていう話はありますが、まあ、そんなこんな言っていても始まりませんのでユーストリームの方も進化しながらで我々配信する人間の方もいろんな技とか逃げるテクニックとか まあそうや、そういうことを重ねながらちょっと進化していけたらいいかな、なんて思っております。というわけで、えー、っとですね、じゃあもう、早速入っていきたいと思いますが、えー、テーマとしてはもう、緊急配信とや、これが 225K0 番台や、と。 あのわざわざ格好書きでゼロ番台っていうように書いたっていうのはあの私があの乗ったものがゼロ番台だけということで関空奇襲時快速あの辺の5000番台ってまだ乗ってないんですよねで性能も違うんですよあのゼロ番台あの京都琵琶湖神戸線筋のゼロ番台っていうのは トップスピード、最高スピードが130キロまで出せるのに対して、観光奇襲時快速、で多分大和時快速にも入るんじゃないかななんて、個人的には予測してるんですが、5000番台の方はあのー、最高速で120キロということで、若干性能も違うということで、と5000番は5000番で。 乗ってみたいいなとううふちょっとそれはまた別の機会ということでまずは今日はゼロ番台こちらをちょっとフィーチャリングしてお送りしたいと思っておりますそれでは早速ではありますがえっと今あのソーシャルストリームタイムラインの顔ぶれを拝見しておりますとあの昨日 もうお越しくださった皆様がお揃いのようですのでちょっともしかしたらえまたっていう思われるかもしれませんけれどもちょっと昨日の復習ということで225系新快速の、まあ、若干ちょっと短縮してありますあのー、昨日は15分近くいった動画でしたけれどもそれをさらに10分 10分から11分ぐらいにちょっとさらに短くちょっと端折ってえそのバージョンをご用意しておりますのでなんかもう気分は新車情報2011みたいな感じで VTR が撮ってございますということで進めていきたいと思っておりますじゃあまずは昨日の復習でございます225系新快速の新大阪から京都間 それをまずはご覧いただきたいと思います。 新快速京都前原方面長浜駅です。次は高槻高槻です。高槻を出ますと京都に停まります。お客様にお知らせいたします。駅構内や車内への危険物の持ち込みは禁止されております。今一度、お手回り品のお出し、お手回り品のご確認をお願いいたします。車内で持ち、主不明の不物を見かけられた時には、速やかに乗務員までお知らせください。 ご理解とご健康をお願いいたします。今、高槻、高槻です。 と行きは向かい側2番乗り場から発車いたします。高槻を出ますと、次は京都に停まります。まもなく電車が少々揺れますので、お足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。高槻高槻です。 相模山線、奈良線、近鉄線、地下鉄線、新幹線を乗り換えです。 はい、これで聞こえてると思います。毎回忘れるんですよね。ごめんなさい。えー、っとですね、接近チャイムね。あのー、確かに大阪、新大阪のあれはなかなかいい、威勢のいい音がいたしますが、京都駅のはどうですかね。あれは、金馬さんをお気に召していただけるかなって、私が言ってどうするという。<laughs> JR 西日本にぜひその辺は、あのー、 お客様相談室へ <laughs> その辺はリクエスト出していただいたらなと思いますがえー、っとそうですねあのー、やっぱりこの実際に乗られた方あと <laughs> この動画をご覧くださった皆様のやっぱ一番多い感想っていうのはあれ225静かじゃないっていう それがやっぱ一番の印象といいますか多い感想でしたね。で角典さんも「非常に静かですね」って書かれてますけれども、まあ、これ実際自分の耳で聞く音、まあ、振動も合わせて伝わってくるそのやつとあと何でしょうねあのこれ機械を通して集音する音ってねやっぱどうしても 違いいっててうのは出てしまうましてや私の持っているコンデジコンパクトデジカメのステレオマイクっていうのもまあそんなに性能いいかっちゅうとどうなんでしょうっていうぐらいのもんなのでまああのやっぱり一番いいのは自分で乗って確かめていただくのが一番いいとしてまあでもそれなりには参考になったんじゃないのかなと。 思いますそうですね32番乗り場 <laughs> あの佐賀の山陰線方面の乗り場とはるか観光特急のはるかの乗り場ってのは30番台なんかあれはあの山陰の3を取って30番台にしたという噂がありますが本当でしょうかねそれねあとはうんそう 京都神戸線系統の外側対比分岐はねもうちょっとゆ緩やかなポイントにしてもいいんじゃないかそれは思いますね、うん、あのやっぱ制限45とか、まあ、大阪駅構内京都駅構内は若干改良が入って6 0キロ台であの進入できるように分岐できるようになったようなんですけどやっぱ新大阪高槻のあの原則それからあと山科 あそこのあのー、外側線から対比線に入るときの分岐っていうのが45ぐらいの制限がかかっちゃうので非常にあれうっとしいですなのでそれだったら別に電車線走ってもらってもよくってかえってスピードの遅い各駅停車を外側線持ってっていいんじゃないかっていう <laughs> 言いたくなるぐらいのちょっとそのうっとしさは確かにありますねまあそういったことも まあ、絡めつつも、まあ、主題は今日は225系ということなのでで、あのー、静かですねで昨日の、あのー、ソーシャルストリームタイムライン見てますとやっぱ223の,の爆音と言いますかあの豪勢な走りっぷりあれこそが新快速だというご意見もありましたしじゃあ実際のところ223 いまあだ、あのー、本線筋京都琵琶湖神戸線では主役を張っている223系1000番台、2000番台、3000番台それとですね223系と同期というか今もお隣 JR 東海さんの313系これの5000番台というのが同じく名古屋近辺では新快速というあるいは特別快速という名前で 走っておりますのでちょっとこの2つをえー、っとちょっと比較対象ということで、まあ、大体い、えー、2, 2本2列車合わせて45分ぐらいの動画にまとめておりますのでただちょっと1つ1点お断りしておきたいのはこれから流す あのー、223系と313系の動画っていうのは去年のちょうどお正月帰省から帰るときに撮ったものなんですけれどもカメラがですねモノラルのマイクなんですよねなのでちょっと音としてはさっきの225よりは数段落ちるあるいはちょっとレンジが狭く拾ってる可能性がありますので。 ちょっとその辺は割引つつあのご覧いただけたらなと思いますでは 223K と 313K はどんなだったかというところをちょっと思い起こす動画をご覧いただきましょう you yeah.

はい、ありがとうございました。<laughs> えっと、今度はちゃんと、あの、マイクのスイッチをオンにして、えー、っと、戻ってまいりました。えー、っと、そうですね。えー、初速のエンジンの音が耳に来るっていうのは、これは、313のことを、えー、っと、おっしゃってるんですかね。えー、っと、で、そのうち、東海は T。 西は W なんかを形式番号の頭につけるのかもしれないという。でですね、そう、あのキンバさんおっしゃってますけれども、三一さんは防音対策、うん、しっかりしてるっていうのもありますし、あと、とにかく足回りが合成ですよね、セミアクティブサスペンション、積んでるのとあの、あの、車両と車両の間のダンパー ダンパーをつい使っているだか,だから密着というかあの連結機以外にそのダン車両と車両の間にダンパーを別途挟み込んでいるということでだから多分足回りということに関しては313系の5000番台っていうのはおそらく最強じゃないかなっていう気がしますだったら223でもこれぐらいやってほしいななんて思うぐらい羨ましくなるぐらいの なんか手を打っているなっていうのが313系。それでも結構このモーターの音、どちらも223も313も乗ってる車両は雲派ですので、モーター付きの車両ですので、モーター音はそれなりに入ってまいります。やっぱ223がすごいですよね、その、このモーターの音もさることながら、この揺れっぷりと言いますか。 あとあのビデオというか動画の中で気がつかれたかもしれませんけどもあの私がセレクトしたあの場面というのはあれなんですよ能登川を出て稲江駅へ突っ込むあたりあの越川の川の橋梁を渡って下り坂緩やかに下っていってで稲江駅が近づくとやおらのッをフルに投入して。 100そうでなくても120キロぐらいで走ってるのに、130まで上げるんですよね、あそこで。それで、川崎の手前ぐらいまで120から130維持して、で南彦根過ぎて、あのセリカーの橋梁手前のカーブまではそのスピードをほぼ維持しますね、220から130、少なくとも120ぐらいはキープしたまんま走ってしまうという。 まああの田舎といいますか結構線形もよろしいのでやりたい放題できちゃうというそこのところがまあ爆走新快速といわれるゆえんじゃないかなという気がいたしますうんそうですよ313って溶断波つけてるそうです特急並みですよで313は TD カルダンで223系は WN ドライブっていうことで うん、そうですね。あの、次手の方式も違いますので、その辺も差が、乗り心地、あと、音の差っていうのは、その辺に来てるんじゃないかなという感じがいたします。では、ちょっとこの辺から、ちょっと小難しい話になってきます。あの、223、ちょっとまあ、あの、313は別格と言いますか、別の会社の車両ですので、ちょっと脇に。 223と225 22の違いこの乗り心地の違い音の違いっていうのはどの辺から来てるのかとあの昨日も言いましたけど私が225に実際乗って座っていわゆる体で、えー、感じたなんでしょう乗り心地っていうのはあの乗り心地が良い悪い っっててうと良くなってます223よりは確実によくなってます。で、あと、あの何でしょうね、223の場合は、あの、モハは、モーター付きの車両に乗るか、モーターのない車両に乗るか、左派もしくはクハに乗るかで、結構乗り心地というか、体感できる、あれが違うんですね。 あのモーターについた車両で乗っかりますとなんかエンジンの上に直接あの車輪がついてそのエンジンごとバーっと持っていかれるような昨日の言い方でいうと車でいうと FF で前輪駆動えフロントエンジンフロントドライブの車であのアクセルを思いっきりバーンと踏み込むとガーっと持っていかれるっていうああいう感じが。 モーター付きの車両に乗るとそういう感覚がちょっとまあ得られるっていうのかな、そんな感じがするんですけども225に乗るとそれがないんですよね。で、まあ一つ考えられるのはオール M っていう8両編成だったら8両全部があの電動車両、えっと、クもハもしくはモハっていうことで。ですので、まあ動力 が分散されるそれから荷重も分散されるっていうところでなんか乗り味的には何ていうのかなあの四輪駆動車しかもあの例えて何でしょうね具体的に言うとアウディとかフォルクスワーゲンとかあの辺の乗用車的な,なんか四駆っていうああいうなんかフィーリングっていうのすごくなんか 感じましたねということでちょっと気になったのでちょっと比較の図を作ってみましたちょっと細かいので皆様の配信画面上で、えー、どれだけ見えるかはちょっとあれなんですがはいえー、っとですねまず上にかいこの図で上に書いてあるのが225系の0番台 そしてその下に書いてあるのが223系2000番台の二次社以降でこの辺はちょっといろいろと223系の1000番台と2000番台一次社2000番台二次社以降ということで微妙に仕様が違うのでちょっと代表例ということで2000番台の二次社以降ということで例を作らせていただきましたでまずあの動力 というのは、この図を見れば、もう一目瞭然かなと思います。えっと、225系の場合ですと、えー、っと、0.5M 方式っていう言い方を使います。これ、321系、通勤型の321系でも同じですし、あの地方路線区の125系という炭鉱で走れる。 他の車両も同じなんですけども、えーとどうえー、モーター付きの車両もはっていうのは普通はあのー、車両や車輪4軸それぞれというか全てにモーターが付くっていうのが、まあ、あるいはまあ、あのー、台車単位でいうと2つの台車両方ともモーターが付いているっていうのが 大体普通考えられるもはっていう概念なんですけれどもこれが225系の場合 0.5M 方式の場合ですと,えーと1両につき2つある台車のうち1つは付随台車でモーターついてませんでえもう1つの方の台車にモーターが乗っかっているとですのでこれ 225系0番台の図表、これはおそらく正確な、どちらの台車、どの車軸にモーターがくっついてるかっていう配置図という見方もしていただけるかと思います。で、えっと、私が、えっと、さっきのビデオの、ビデオというか動画の中でご覧いただいたとき、私が乗っていたのは、 京都米原方面の先頭車、ク,ハクモハ225、この図でいうと一番左端の車両の、しかも前寄りに乗ってたんですね。ということはどういうことかっていうと、あの私が全面展望を取っていた運転台の背後であるとか、で京都からあの座った椅子の、えー、座席の位置っていうのは、モーターのない側の 一つの車両の中でもモーターのない側に位置するっていうところでま,あまずは静かっていうのはそれがあの一番大きな理由じゃないかなとは思いますでえと比較対象でご紹介した223系新快速の戸川から引っこねないな爆走した時のやつくもは223の場合ですと まさに全面展望をかぶりつきやっている時自分の足元にあるのはモーターがある台車ということでそうでなくても威勢のいい音が盛大に飛び込んでくるという環境であったというところで,でその感覚って耳でも入りますけど足元の振動といいますか震えでも分かりますあこれ下でモーターがなんかもう威勢よく回ってんなということはすごく分かりますので 2 2 3系の場合っていうのはこの8両中の3両あるくもは223もは223こいつらだけが頑張っていて残り5両はこの3両のくもはもはに引っ張られる引きずられるあもしくは後からあのなんか押されるっていうそんな感覚の乗り心地になるのかな。だからなんていうののかその えっとその8両なら8両の一体感っていうよりは3両のモハが頑張っていて残り5両は引きずられるっていうあるいはなん突き飛ばされるみたいなそんな感覚なのかなとでそれに比べると225の0番225っていうのはあの車重重量のとこ見ていただくとあのどの車両も40トン前後でほぼ一定なんです で,すよ、ね、でなおかつそのモーターのある台車っていうのが分散されているということでこの8両,8両なら8両があの一体になって動くっていうのかなだから223の場合だと ポツンポツンポツンと頑張るやつがいてあとは引きずられる押されるっていう感じなのに対して225の場合だと8両なら8両が軒並み揃えてツーっと走っていくっていうそんな感じなのかなその違いじゃないかなという気がいたしますということでえー、っとソーシャルストリームえー、プラレールさんは モーター付きの車両に乗るようにしていると。で、えっ、ー、と、金橋さんが書かれているところで言いますと、全車、電動車設計になったっていうのは、設計コスト、それから製造コストを下げると。で、ちょっともう一度、さっきの図出してみましょうか。はい、ね、この図ですけれども、 223でコストを下げるっていうのはあのモーター付きの車両につまり1両で動力周りはこの1両で完結させるというのが基本思想でその他両数を増やすとかそういうものは左派を増やすことで長ょじ合わせるというところが基本的な発想つまり なんて言うんてうで、ね、そのまあややこしいことは全部もはにやらせてそれ以外のところはもうなるべく何にも乗っけないということで安くあげるっていう発想だったのかなという感じがするんですけれどもそのにその場合でも左派ともは モーターあるなしっていうところであの車両の,あの仕組みとかその辺はやっぱ違ってくるということは大ざっぱに分けて2種類の,あの作り分けが必要になるで作り分けが必要になると当然その分コストっていうのは設計も,設計もそうですし製造コストも高くなると。 それであれば基本形はもうなるべく1種類に統一するっていうのが225形の発想です。まあ、225と224でパンタのあるなしとかあと、えー、動力台車の位置が違うとか、まあ、それを言う違いはあるんですけれども基本的なところはもうほぼ同じにしてしまうと。 そうすることで共通部分を極力増やすという、なんでしょうね、今ちょっと話してて思ったんですが、なんか車の作り方、ベースモデル1個からどれだけ違う車種を派生させるかというような、そんな作り方になんかなってきてるような感じもな、なんか今、しました。 はいえー、それからです,、ねうん、そうですね、そういう意味では、連接っぽい発想ということも言えるかもしれませんね。で、270kW、すごいパワーですね。だからその、編成トータルの出力っていうのがとんでもない。 数値になっているちょっとすいません何回も出したり引っ込めたりだれなんですけども2 2 3系あんだけカットバス迫力あるあの言葉いい言葉を使うと迫力ある走りあの悪く言うとなんかじゃじゃ馬のような走りをするその8両分の出力が 2640kW って読めなんところに 225系はこの 270kW のモーターを2軸ずつ適度に分適度かどうか、まあ、あの適当に分散してそれが全車両にそれぞれくっつくので 4320kW というだからこれはあの出力が単純に増えて まそれで嬉しいねという話もあるんですけれどもあと、冗長性ですねあのモーター1個ぐらいあのぶっ飛んでもいく,つまあいくつぶっ飛ぶかをどこまで想定しているか知らないですがそんな感じでモーターとかその辺が多分1つや2ついってしまっても残りの分でカバーできるという。 そういういい発想もあるんじゃないかなとかとギリギリのところで頑張るっていう,いうよりはもう余裕のところに、えーまあ、性能限界を置いといて普段の運用はもう限界のもうかなり下のところで余裕で、えー、走れるようにする、まあ、そうすることですその機器モーター含めた機械の寿命を まなるべく長く使うようにするっていうそんな発想もあったのあるのかもしれませんねでその辺があの発想っていうことが一時期 M 社減らしてあ,のある意味電気機関ヨーロッパとかの列車にほぼ近いような感じまでなんか一時期近づきかけてたものがここへ来てまた 徹底した動力分散、荷重分散という形で変わってきたっていうのが、やっぱその一番の違いかな、その乗り心地であり、あと聞こえてくる音、振動の違いっていうところかなっていう感じがいたします。はい、ということで、えー、っと、ではですね、じゃあ今度はここからはある意味、前回、前々回の 復習になってきますまずは外装からちょっと復習をしていきたいと思いますはい、えー、これがですね、まあ、225系を真正面から見た図でございますあのー、何でしょうあえて横文字を使うのであれば フラッシュサーフェスっていう表面をのっぺりつるりにしてしまうというっていうことも言えるんですがあのー、完全に垂直なんですよねこれ <laughs> だから空力的にはあんまり意味はないず最も12030キロぐらいで空力性能がどうのこうのという範囲ではないとは思いますけど これが200キロ超えるとかあのトンネルの中長距離で高速で走る特急列車とかああいうのになると空力性のっていう空気抵抗力を空気の抵抗摩擦を減らすという発想で作られるんでしょうけどこの場合は、まあ、そういう意味ではなくてまず一番の主眼としては衝突安全性 これを高めるっていうことに最優先事項でこれが作られております。ですので、それと、えとあと、運転士の側から言わせると、高速運転時のやっぱ視認性を高めるっていうことで言うと、やっぱり運転台は一段高いところに置きたいよねっていうことで、窓の位置が今までの221、 223よりも高いところに置かれることになる。で、置かれそうなりますと、必然的にその窓かまちの位置っていうのは高くなると。で、あとこれ多分、あのー、人身とか、人身を含めた対衝突時の、なんていうのかな、ダメージを、 少しでも減らすという意味合いもおそらくあるんだと思われますあの窓ガラスを大きく取れば取るほど物や物その他がぶつかってきた時にはあのー、ダメージっての大きくなりますのでそれを少しでも減らすっていう意味もあるのかなと思われますでその他に関してはあのー 運行、運用番号、運行番号っていうのかなそれの表示、これ相変わらずのマグサイン式でありますし、種別表示も今まで通りの、えー、っと、まあ、マク式、アンドン式ですし、で、行き先表示に関しても、今まで通りの 223K と同じ あのゴシック体を、えー、表示すると。で、ここには別に何々線経由とか何とか線直通とかそんなことは出さない、行き先だけを出すということで、一見つまんなさそうですけれども、一つまあ、 あの観点としては観点として面白いっていうのはフラッシュサーフェスなるべく表面に突起物を作らないようにするっていうところが、まあ、今っぽいっちゃ今っぽい、まあ、そこでかっこいいっていう感想を持たれる方もおそらくいらっしゃると思います YouTube とかあとその他いろんなところググって 225K っていうキーワードでググってみたりすると 思った以上に好意的なコメントが多いですねあのかっこいいっていう捉え方をするそういう方が結構多いみたいですであとこのスタイリングでちょっと注目をしていただきたいのがあのなんだろう裾の部分って裾の絞り方の処理具体的に言うとこの ライトの斜め下あたりのこの裾の絞り方っていうのが何気に手を抜い、うまく手を抜いてると表現するべきかその手を抜いて作ってるという割には凝ってんじゃないのって思えると思うかで私は意外とこれ凝ってるなとあの本当の平板のっぺりつるりかと思ってたら 意外なところでこういうくさびというかウェッジといいますかそういうのが入っているのでまああのー、退屈はしないですね221とか223のプチ流線形入ったあ次の写真進んじゃいましたけど、まあ、この角度から見ていただいてもわかるかな この角度から見た方がまだそのぺっちゃんこ感っていうところとなぜかこのまあおそらくなんだろうなこれ踏み台かねてるんでしょうかねなんかのまあそういったなんだろうあの意外や意外見てみると面白いっていう。 いうところがありますねうーんとですね貫通トル扉に渡し板がついてるというそうですねかんうんちょっと1個戻ろうかなそうこれついてるんですけども何だろうなこれ飾りだけっていう気がします あの223系のえっとね5500番台とか5000番台だったかなあと521系っていうのはあれは本当に223系ファミリーっていうかその一族の中であの真面目に炎連結ホローっていうのを装備しているグループなんですけどそれと比べればわかりますこれ多分イミテーションとは言わないまでも あ,のあんまり意味のない踏み板かなという感じがします。でおそらくこの225系が長く年月を経て地方へ里子に出されるっていう時に平結増,増解決するためにあのホロっていうのを装備しなきゃいけなくなった時はおそらく全面総特会になる ような気がしますこの車両の作りの思想からすると。で、基本的には非常時の貫通のためのものですね。うん、ニカキさんのおっしゃる通りであります。それと、トレイムさんお越しになりました。ありがとうございます。それから、トムハスさんありがとうございます。あの、今日ツイキャスお疲れ様でした。あのかなり寒かっただろうと思いますので、あの、 可能な限りでお付き合いくださればと思います <laughs> 第3工作室さん電車版キハ189と聞いてって <laughs> うんそうですね電車版キハ189まあなんかどっちがどっちっていう感じもしますねあのどちらにしても JR 西の最新の車両作りのトレンドっていうのを えっとそれスタートになったのが125系っていうあのタンコロで走るやつそれから321系っていうえっと通勤型4扉の車両でその後に出てきたのがこの2225、えー、22系であったり特急型の287系289287どっちだっけ まあ今度は春にデビューする287ですよね多分ねそれとあとこのキハ189であったりっていうことでうん、まあ、なるべくお金をかけないでえー、っとだから物物づくりっていうかなんでしょう物のレベルを極力落とさないよう落とさないってした上で あ、ちょっと絵が、運転台になったまんまだったので、ちょっと自分の絵に戻しますけど。はい。えっと、225ですね。うん。あ、アイニーさん来られてますね。で、こんばんはでございます。そして、221はいつになったら広席に転籍になるんでしょう。うん。 どうなるんでしょう、ね、いやそればっかりはちょっと私一鉄道ファンの口から何とも言えないんですけどもうーんどうですかねそれより先に113115が送り出されそうな気もするし201とか国鉄型国鉄時代からの車両で。 もうちょい使えるやつが岡山広島その辺に回っていくのかなとまあ予想はするんですけれどもでもやっぱりそろそろそういう考え方も改めてもいいんじゃないかなっていう気もしますよね。せっかくあの521に関してはもう置き換える球がないので致し方なくっていうところもあるんでしょうけども。 521K は今積極的に製造して集中投入してますのでその同じ展開を岡山、広島、下関その辺に JR 日産がするかどうかっていうところがちょっと今後の見ものではないかなと思っております個人的な感としては221とかは 都落ちしないような気がするんですけどね、どうでしょうね。で、都落ちするってことになると、プラレールさんが危惧されている 0.5M だと、うん、都落ちダウングレードもやりやすい。つまり、あの、125系と同じものが大量に作ることができるということですよね。あの、225系の まあ、223もそうですけれども、ボディというのは、この、扉が、車両の中にの扉が3つあって、そのうちの1個目、3つ目の、つまり両端のドアより外側っていうのは、取り替え可能なように作られているっていうのが基本であります。ですので、あの両運転台にすることも、例えば223のくもは、 とかモハを使って、まあ、あるいはそれだったらクモハとサはの組み合わせで、えー、2両編成を作るとかあるいはクモはモハだけで、えー、両運にして1両1両で完結するという形をするかでもそうするとちょっとオーバースペックになるのかなという 感じがしてそういうところへ来ると225系の 0.5M 方式で土台全部作ってしまうと8両なら8両それぞれが好きなように改造できると <laughs> 運転台それぞれつけようがあの2両2個1にしようが単コロにしようが好きなようにできてしまうというあ確かにそういうメリットありますよね。 うん、そこまで考えて作ってるとなれば JR 西かなりしたたかな接近しそうかなという感じがいたしますうーんあーなるほどねあそういうことか521の集中等には三石化を見越した上っていうことであそうね広島はまだまだ使える車両っていうのがまだあるんで うんそう簡単には新型車両なんか放り込めないと言ってもかなり30年40年選手っているんじゃないかなって気もするのでその辺りをどう書いていくのか今までのセオリー国鉄から流れてきたセオリーでいうと大阪近郊で使ったものがえー、っと立ち行きに流れていくっていうのがセオリーでしょうけども。 まあ、521の集中等にはそういう裏があるとして岡山広島どうすんだろうなっていうところがちょ,ちょっと面白いところでございますさてじゃあちょっと話を外装に戻したいと思いますがこれですねこの不自然な窓割り 一応この窓,窓の間に、あのー、座席が5つ並ぶ形になります。でまあ、この辺に関しては後でもうちょっと詳しくやりますけれども、ひとまずはこの窓の配置っていうのが、ちょっと今までの221、223のロジックとは違うと。なんかやけに窓の大きさ違いませんかというところが、これはもう あの去年の春から夏にかけて第1編成が出た時点でこれ <laughs> 大丈夫かなっていうなんか気持ちでずっと見ておりました、まあ、前回というかえっ、ー、と前先週と昨日やった時に出てきたのがやっぱこれ構造上もこれはしょうがないんじゃない,ないのっていう話もあったんですけども実際のところどうなんでしょうね やっぱりその構造上骨格上構成ざるをえなかったんでしょうかねでねこの一見 1+3+1 に見える窓実は1枚小窓真ん中の窓は実は1枚大窓でもう1枚小窓っていう組み合わせになっております その両側の1枚ずつの小窓が、まあ、あの通気用に開閉することができるというそういう仕様になっておりますうん今ちょっと広関の話でソーシャルストリームは盛り上がっているようですけれども <laughs> ねまあ貨物でも同じようなことが言えると国鉄型を岡山に追いやっているということでまあやっぱりもうちょっと立たないとその辺の発想って改まらないのかなというか国鉄時代の慣習飲習っていうものはなかなか改まらないもう国鉄が発足しても 24年経つんですになろうとしてる今でももうすぐ四半世紀近くになろうとしてるのにまだ国鉄時代の発想飲習っていうのはやっぱり残ってるしおそらく今後もよほどのことがない限りは残っていくのかなとしかもそれは経営の厳しいところでもどっかな厳しいところは案外ブレイクスルーして 例えば、JR 九州のような、ね、あのもう車両で遊んでやるぐらいの意気込みの入ったあのバラエティーの富む車両が出てきたりとか JR 北海道の方はもうデュアルモードビークルなんていうのを試験してみたりとか JR 四国は四国なりにあの少ないリソースでなんとか。あの サービスレベルを上げるように頑張ったりというところでは JR 西っていうのはある意味中途半端な <laughs> ところなのかなとでも何度かその大阪都市圏という、まあ、代表電を抱えているので何度かあと山陽新幹線というそれがあるので、まあ、頑張っていられるとそれ以外のところっていうのはもう基本的にはもう微妙に縮小減傾向に入っているなっていうのがすごく なん,かなんか透けて見えるという感じですね。で、えっ、ー、と、今内装、外装についてやりましたので、今度は内装について、ちょっと復習がてら、話をしていきたい、話をちょっと展開していきたいと思いますが、まず、えっ、ー、と、これ見えているのが、運転台背後、および、 まず何が違ってるかっていうと、まあ、目につくのが釣り革釣り手の取っ手の色がオレンジであるっていうこと、まあ、これは225系の車内すべてあの釣り革手すりの類全部オレンジですそれとあとはまあ あの、現代の車両、いすか E233 でもそうであるように、出入り口のステップ、足元に黄色い帯が、えこれ展示のブロックになってたのかななんかそれがあったりとか、あの、ドアの端っこのところに黄色いマーカーというかラインが引かれていたりとか、巻き込み防止用ということで、このあたりは、 まあ今時の車両、どこもやってることですので、あれなんですけど、やっぱり手すりとかつり革がことごとくオレンジっていうところが、やっぱ一番、なんでしょう、違和感を感じるといえば感じるところ。ただ、このつり革の大きさっていうのは、これよく見ると結構でかいんですよね。大きくて結構 こうしっかりと頑丈に作ってあるのでその辺はあの例の事故の以降厚物に懲り手じゃないですけれども、まあ、安全そこで突っ込まれないようにそういうところはもう過剰なまでにしあのがっちり作っておくというそんなことなのかなという印象も持ってしまいます。 あるいはもう安全基準がそういうふうに上がってしまっているので、それで対応したということなのかもしれませんけれども、あとはそうですね、まあ、ドア開閉するときに、えっと、ドアの天井といいますか、上かも、かまの上のところについている赤いランプが点滅しますというところであったり、あと、ウエストビジョンと呼ばれる、車内、 情報表示の画面この付き方が JR 西独特かと思ったらあの成田エクスプレス E259 がこの進行方向に向かって垂直というかこの座席に向けに向かって整体するように取り付けられているっていうところが。 まあ他地域の方からすると目新しいといいますか珍しいところじゃないかなと思いますはい、えー、じゃあ次の絵をご覧いただきますじゃあ客室全体どんな雰囲気っていうとこんな雰囲気でございます 基本的な座席の配置等は223系1000番2000番3000番その辺を踏襲しておりますあのシートの目地が今までとはちょっと違うあのカラーパターンになっているあのツートーンではなくモノトーンになっているっていうところがこれもやっぱコスト削減のためなのかなという ちょっと邪水をしてしてままいますであとはつり革の個数が半端なく増えてるっていうこととえー、っとですねこの網棚といいますか荷物置きの高さが若干低くなってるという話も聞きました。 まあ、とはいえ何でしょう。あの、オレンジの釣り革が基本であって、で、えー、釣り革の革の柄の部分がグリーンになっているところが優先座席という。まあ、この225系だけを見る分にはロジックは、筋は通ってるんですけれども、えっ、ー、と、他社の場合ですと、オレンジの釣り革手すりは優先座席ゾーン、 じゃないのっていう <laughs> ところで言うと足並みを逆に乱す方向へどうも走ってるなというかまあそこは別に業界標準と言いますか鉄道各社で厳密に統一しようという基準があるわけでもないんで別に会社それぞれの理屈でもって全然 OK なんですけどもこの辺りが東京だったらば東急であったり JR 東日本か東急がトレンドセッターになって、この2社がやってることが大体、その、首都圏標準みたいな形で広がっていくという傾向があるんですけども、関西、西日本の場合はそういう感じじゃない、もう各社点でばらばら、俺様基準でやってるというところが、まあ見えるわけで、そういうところは JR 西も同じなのかなという。 そんな感じですかねはいじゃあ次行きましょうじゃあえっ、ー、とじゃあ,あの座ってみた時にどう感じるかっていうことでちょっと1枚あのですね意外と落ち着いて座れます 223だったらばなんていうのかなあのー、223よりもなんかおとなしくというかちょっと端正にというかそんな感じに見えますなのであのメカ的な乗り心地その他を含めてなんていうのかな223よりは落ち着いて乗っていられる そんなあの視覚的にもそういう印象を持ちましたその照明のこのカバーの形もそうですしあとラインデリアフィルターの配置もなんか縦向きっていうよりは横向き主,張主体のなんかデザインになってるっていうことあとはその ウエストビジョンって言われる情報表示画面が横向きではなくて縦向きに置かれているというところからしてやっぱ221221はどっちかというとそっけないというぐらいの清楚さっていうのがまだあって223になってゴテゴテしたところへ225がまた違った感じを持ってきたなっていうのが。 ちょっと印象として受けたところでありますで今ソーシャルストリームでは京阪のテレビカーの話題で盛り上がってるようでございますねまあ携帯で今やテレビ見れる時代ですからね <laughs> そういう時代になってあのー 1>, 1車両に1個あるいは2個のテレビつけてもらって何が嬉しいのって今どきの人は思うかもしれませんねそれだったら各座席に1個ずつテレビつけて自分好きなの見たいよっていうことになるともうそれもうオーバーサービスになるのでそれだったらやめちゃえっていう感じなんでしょうかねはいじゃあ続けましょう で、先ほどですね、外装のところで、窓の配置、変だよね、ていう話をしました。その辺の話をちょっと深く、一段深く掘り下げていきたいと思いますが、えっと、先ほどですね、この1プラス3プラス1に見えるこの窓割りですけれども、実は、 1>, 1プラス大窓1プラス1であるっていう話をしました外から外側からするとなんとなく 1+3+1 に見えるんですが内側から見るとこんな感じでございます、まあ、こんな感じっつってもこれだけじゃ何 っていうことがあるのでじゃあ次の絵を見ていただくと私の言わんとするところは伝わるかなと思いますドンなんということでしょうっていう <laughs> でこれでこの3が窓枠ではなくカーテンレールでしかないという <laughs> 音がこれで分かってしまうというそのそういった一幕でございます さっきのあこれじゃちょっと分かりづらいなやっぱこれですねこれは窓枠でも何でもなくカーテンレールでしかないというまさか手を通せるとは思いませんでしたこれ <laughs> 京都駅で座ってですねまず目がいったのがここでしたえ <laughs> ってそ軽くびっくり 軽くとか結構びっくりしましたこれでえー、とあともう一つ「窓割りが変ですよ」っていう話で言いますとしわ寄せがいくのがこの私の前に座ってらっしゃる方の肘のつき方かなり無理して肘ついてますこれ。 あの、私が座ってるポジションっていうのは、あの、座席が5つある中の真ん中のポジションですので、一番、要は言う、あのー、一番過ごしやすいポジションの席なんですけども、その前後にある2番目、4番目の椅子っていうのは、肘つくのが実は大変と。じゃあ、どう大変なのかっていうことで、ちょっと、 これも図にしてみました。これ分かりますかね皆様の配信画面上で伝わるかどうかがちょっと不安なんですけども。えっと、223じゃない、225系のこの扉の間のクロスシート部分の,あの座席と窓割り。 を今ご覧いいいただいているそれから黄色く見えるところがひ、まあ、肘つけたり物が置けたりするはずのスペースという見方をしていただけたらいいかと思いますであの上半分が左から右に向かって列車が走るときシートのこの背もたれの真ん中三席の 位置を見ていいただければかかるかと思いますでえ下半分が逆に右から左へ向かって走る時だからどっち向きにするとしてもこの2番目4番目の座席っていうのは窓側っていうのは鬼門なんですようっかり座ってしまったが最後 肘つく場所がなかななかか見当たらないあの確かトムハスさんですよねこれ最初にあの教えてくださったのはあのこのことですよね要するにこのどっち向きに座るにしても2番目4番目の座席というのはこの柱が邪魔してしまうので非常に肘がつきづらい。 で一番の優等席は真ん中。でその次ぐらいが一番目、五番目の席と。という、まあ、こうやって図に起こしてみると、あ、なるほどね、ということがすごくちょっとわかるかなと思って、実はエクセルで、えっ、ー、と、どれぐらいかかったかな、30分ぐらいかけてちょっと作ってみた図であります。 あの正確な図面から起こしたわけじゃないのであくまでも概念図として見ていただけたらなと思います225系の場合2つ目4つ目の窓際の椅子はあんまりお勧めできないと今のところはというところをご紹介いたしました そうですよねあの友達さんまさにそのことですよねそうねもは721さん肘つけないんですよ何これって平松さんおっしゃってますねあのほんとこういうところへしわ寄せが行っているとそれを承知の上でやむなくなのかもうちょっとなんかやれなかったのかなという。 これ構造上やむなしと言われてしまうと、これ我々利用客素人は引っ込むしかないんですけども、なんか他にやりようがあるだろうって思ってしまいますね。これもしかしてちょっとゲスの勘繰りで恐縮なんですけども、ちょっとさっきの図もう一度出してみますが、これもしかして セミクロス改造を視野に入れてませんかっていう何が言いたいかというとこのえっと今は転換式の座席3個が並べて置いてあるその部分に固定式のクロスシートを1個持ってくるとかあるいは全部ロングにしちゃうとかなんかそういう 差し当たりはオール転換クロスで行くんだけどしばらく年月が経ってどっかに使えます時にはセミクロスあるいはオールロングに変えちゃえるように作ってんのかななんていうちょっと下手な勘繰りをしてしまうんですけども、まあ、その辺はちょっともう別に公式にこれこれこういう理由があって で後々こういう使われ方がすることを想定して実はこういう窓配置にしてるんですよっていう説明ってどっかありましたっけあの私は今鉄道雑誌とかその辺一切あの買わずに読むとしても立ち読みで済ましてる人間なのでなんでこういう。 こうなると分かっているはずなのになんでわざわざこんな窓割りといいますか構造にするのかっていうところがちょっとこれはクエスチョンだなという気がいたしますああのマコさんこんばんはですエクセルで作りましたこの図あのエクセルって意外とお絵かきソフトとしても使えるという <laughs>、まあ、そういうところをご覧いただきました うん、30分あればできますこれぐらいの図はうんただしあのセルをかなり狭くして縦もちっちゃくしてっていうふうな、まあ、そんなことになりますよねねやっぱ平松さん承知の上のような気がするとかあともはなめねいちさん費用節減のためセミクロスとかにっていうもしかしたらそこまで 地方へ回す、あるいは、あのー、快速確定運用、地方、普通電車、使いますっていうことも、なんか、含みの上で、そこまで実は含みに入れて、でも今のところは、快速、新快速系統で、まあ、花型電車として使うので、 あまり大っぴらには言えないっていうところなのかなっていう感じもいたしますじゃあまあただこの225に関してはあの前半で申し上げた通り乗り心地っていうことに関してはすごく223よりは良くなってると私は感じてます最終的な結論はあのさっきのえっ、ー、とどの図だったかな 実はあのマイコーさんこれもエクセルで作りましたこの図もえっ、ー、とこれ図これどれぐらいかかったかなこれ15分か20分ぐらいで、まあ、できた図なんですけどねまあ1個ひな型作っちゃえばあとは あの下へコピーペーストすればおしまいなので大体もう10分20分の世界で作れるまあポンチ絵なんですけれども225というところであの乗り心地がいいと感じるのはあのまあ全部の車両があの動力車で。 あるモーター付きの車両であるっていうことって、あのー、8両なら8両が全部同じ足並み揃えて動けるスタートダッシュできるし加速できるストップもほぼ足並み揃えて止まるときは止まれるというで重量も各車両の重量も結構粒を揃えるっていう形で、えー、作られてますので。 そういうところでも223のようにモーター車だけが頑張ってそこだけがなんか猛烈に頑張ってそれに左派と呼ばれるモーターなしの車両あるいは区派と呼ばれる車両が引っ張られたり押されたりっていうふうな形じゃないそれとはまた違う走り方をするっていうところが、まあ、225としては興味があるかなという。 これが、えー、と私がこっち戻ってきて2回225系に乗りましたけどもそこから得た感想でありますあ金橋さんはパ,パワーポイントを使うでトムハスさんはイラストレーターを使うあの私からするとイラストレーターの方が難しいですパワーポイントも、うん、表組みとか あと図形描いたりするっていうのをちょっと細かくやろうとするとちょっと難しいかなとイラストレーターは逆にあのイラ,スイラストっていうか線画とかそういうのを細かく作るものだってイメージがあってであのプラレイさんがあのおっしゃった通りでエクセルだと区画単位 1>, 1個ひな型作ったらあとは使い回しが効くというところで私は Excel を結構表計算以外の目的で使うことも多いですでついでだから言ってしまいますと実を言いますとこのオープニング画像これも Excel で作ってます パワポとかワードとかそういったグラフィック系のツールではなくて実は Excel で作ってますもちろんあの画像そのものはデジカメで撮ってきたやつをコピーペーストですけれどもこのレイアウトとかあと絵の割合とかそういうのを決めるのは Excel で決めてその、えー、Excel で作ったもの画面を あ,れですねあのなんだまあキャプチャーして作るという形で作っておりますだから結構私のがご披露しているものの中には Excel で作っているものがたくさんありますあマックアイさんこんばんはあもうちょっとで終わりかけってところですが大丈夫ですあの最後に実はちょっと大玉を残しております そう,あのそういう意味ではあの二垣一さんおっしゃるように225系っていうのは全車重いんですよ全部40トンぐらいあるんですよだから各車両の重さのばらつきはなくなっているっていうところでは、まあ、メリットあるんですけれども相対的な8両なら8両トータルで見た時のグロスの重量っていうのはかなり増えてます なのでこれはあの本線筋の線路規格であればこれ通るのかなって感じがしますけども地方を持ってった時にはこれは逆にどうするんでしょうねこの <laughs> 40トンの車体1両編成ならともかく2両とも40トンの車体が2両でうろうろするなんてことになるとどうなるんでしょうね そこも多分考えて、まあ、ここまでのいろんな車両を転廃したりっていう経験をもとにして作ってるんでしょうねそうですあのトレイエムさんエクセルなんですよ実はただし最終的な仕上げはあのエクセルで作っ 最終的なものを画面キャプチャーしてそれを乗っけてるだけですそうそうそうあの2232000番も最初はカーテンなかったということころでそれはさすがに苦情が来たっていうことで特にこれウィキペディアの受け売りなんですけども海沿いを走る JR 神戸線の神戸明石間とかその辺では結構やっぱり照り返しっていうんですかね海からのそれが激しいらしく特になんか夏は直射日光とか入っちゃって耐えられないということでやっぱカーテンが復活したという歴史があるようでありますというわけでえ時刻は22時 36分そろそろ次の番組への乗り継ぎっていうのが気になる時間帯ではありますが、まあ、今のペースだったら余裕で多分23時からのサイバートレインストリーム熊本のサイクンさんの配信されている番組に乗り継ぎは十分できる範囲だと思っております。 で、えー、接続、ちょうどいいタイミングで。<laughs> サイバーさん、こんばんはでございます。この後23時からの配信、あの楽しみに私もしておりますので、ちゃんと余裕を持った乗り継ぎができるような体制を今日は作れたつもりでおります。えー、っとですね、ちょっとまあ復習ということで、さらりと途中から来られた方もいらっしゃるかと思いますので、 ね、225 22系、合、ま、図、あ、を入り混じったっていうところが今のところの感想であります。で、合図の愛っていうところで言いますと、223系より静かでスムーズに走る。で、それはなぜかというと、223系のようなモーター付きの車両は、 モーター付きの車両にやたら負荷をかけて、えー、残りの付随車が引きずったり後ろから押されたりっていうところでなんかある意味車でいうと FF の大 FF の車でなおかつ大排気量大出力の車でスロットル思いっきり踏むと。 車がバーンと持って,かれるっていうところが223には私としては感じられるのに対して225の場合は 0.5M 方式っていうことでモーターっていうところを各車両に分散したっていうことでその力の伝わり方っていうのが割とスムーズに8両なら8両一体で こうう出たたりり止まったりっていうそこのところが一番大きいのかな、まあ、あとは車音性とかもしかしたら223よりは手を入れてるのかなと、まあ、それもあるかもしれないですねあとはあの車内の雰囲気っていうのも思ったよりも、まあ、オレンジの釣り革っていうのは確かに違和感なくはないですけども それも思ったほどケバッくはなかったんでまあいっか許せるかっていうそれよりは立って新快速に乗らなきゃいけない方にとってはつり革がたくさんあるしかも大きめの大ぶりのつり革が結構つかみやすいところにつかめるっていうのは利用者にとってはありがたいかなというところでしょうかねで反面 えっと愛憎の像っていうところで言いますとやっぱりこの不自然なこの窓割りこれにつきますね、まあ、窓割りと言いますか構造っていいますかこの、えー、っと窓枠というか座席が5つあるのに この2列,目列目には2列目4列目にしわ寄せがいってしまうこの窓枠の配置っていうのは何なんでしょうかと何を狙っているのかなっていうのがちょっと鉄道趣味人としては勘ぐりたくなってしまうとでこれね <laughs> 窓枠ではなくカーテンのレールでしかない この3本の本柱で2番目4番目の座席に座ってしまうと肘のつき方が無理無理かなりの無理を強いられるもしくは肘つくのは諦めてっていうこの不自然な窓割りというところが一番のやっぱ愛憎の像の部分でしょうかね。 えっとカーテンなしの817に乗った人間が来ましたよってことで <laughs> なるほど817ねあれもなかなかカーテンなしっていうことで言うと JR 東日本の E233 と209とかあの辺もそうじゃなかったですか今 E233 ってカーテンあるんですかねってちょっとあんま気にす気にしてなかったんですけど JR 東の話題が今日はちょっとソーシャルストリーム、タイムラインではあまり出てこなかったのでどうでしょうか、東京在住の,あの皆様、東京の鉄道としてはでもカーテンはカーテンなしっていう車両って他にあったかな東急の5000系もそうだったっけとかちょっと私も あの記憶定かじゃないんですけれどもはいえー、そんなところでありますでは、えー、最後にえー、っと今時刻22時42分ということですので今日のオープニングいつもの「21st Love Express」ではなく 斜め45度別の曲をオープニングに使わせていただきました、まあ、この,、まあ、あのこの斜め45度にした理由っていうのは、えー、昨日ご紹介した JR 大阪駅、まあ、この大屋根の下に来るとやっぱり人っていうのは天井を見上げたくなってくるでその角度っていうとやっぱ斜め45度かななんてことを思いましたので ちょっとこの絵とこの曲のメッセージとがなんかマッチするかなと思ってあえて別の組み合わせにしてみたっていうところがございますが実は本当の目的はそうではなくてこれからご紹介するといいますかこれがエンディングっていう形でご紹介する動画 こちらで 21st を使ってしまったんですね。<laughs> 普段オープニングで使っている曲をエンディングで使うというそういうこともありまして実は今日はオープニングは別の曲斜め45度使ったとですのでこれ今日はこの動画を持って今日は特別じゃない緊急配信 これが 225K はこれで終わりにしようかと思いますがまあ何のかんのとあの言っててもあれですのであまだあゆうぽぽさんありがとうございますアーカイブばかり見せていただいたがいただきましたがということではいリアルタイムでお目にかかれて何よりでございますありがとうございます ね、E233、えー e、にはカーテンがない、半和線の225の5000番台ってどうなんだろう、あのー、差し当たり、もしご覧になりたいのであれば、YouTube で225系5000番台、あるいは225系半和線というキーワードで検索していただくと、関連する動画が出てくるかと思います。あとは 同じキーワードでもってあのググっていただければいろいろと記事は出てくるかと思いますただ私自身もやっぱ乗ってみたい乗り比べてみたいっていう気持ちもありますのでもし乗る機会ができましたら今回のような形でえっ、ー、と静止画動画交えてお伝えすることになろうかと思っておりますで 209E231 にもないし うん、701もない。あ、そうですね。確かに、18切符とか。うん。ね、この列車、各駅停車で長時間乗っちゃうと、確かにしんどい時はありますよね。そうなんです。ごめんなさい。あの、ゆうぽぽさん、もう終盤なんですけれども、その終盤にちょっとふさわしいネタを、最後、動画をお届けして、お別れにしたいと 思っておりますあのこの時間帯まだやっぱあれですねなんとか安定してくれてますねあのソーシャルストリームの方でくるくるになったとか動き止まったとかいうレポートは上がってきていないので、えー、送信する側も特に途切れることなくあの進め 慣れてていいいまましたたたたののでで今日は比較的落ち着いた状態でご覧いただけたのかなと思っておりますじゃあ最後に、まあ、とどめと言いますか「21stLoveExpress」を聴きながらお別れっていうことになりますけれども絵がいいんですよというか試しに作ってみたら思いのほかハマっちゃったのでこれを最後に流してお別れにしたいと思います はいえー、っと夜日曜の夜9時からというちょっと半端な時間帯でのお付き合いになってしまいましたが最後までご覧くださっていた21名の皆様トータルでは何人ぐらいになるのか後で統計画面で確認したいと思います、えー、ありがとうございました最後はこの動画を見ながらお別れでございますまた今度土曜の夜 まあ23時になるか、ちょっと時間帯もしかしたら、元の22時に戻すかもしれません。お会いいたしましょう。じゃあ、ありがとうございました。 Springs, partner, Murara Iyonguri, arrangement and conductor, Nobuo Kurata, keyboard and producer, Minoru Mukaya, and all of our YouTube and Twitter friends. Together we are the Mukaya Club. Thanks for joining us. This is 21st Love Express. on our next ride.